ハロー YouTube、下根司のニュースの猫側にゃ、今日もね、トップ会議です。お送りいたします。先生、あの震源地が怪しいです。あ、私、怪しいといえば、インターネットで、オミソンから、セーピー新聞を勧められたっていうね、書き込みがあったわけですよ。嘘つけっつって、嘘つけっつって。だってもう、類作こんなこと言ってんのに。あやかしの民の中で話題に。あやかしの民、私。類作。あ、今日はですね、あの国が分割されてしまうかもしれない。え、今までの戦は一体何だったのかな？やっていきたいと思います。つってんね。ということでね、やっていきましょう。5月9日の夕方にですね、伊勢湾を震源地とする地震があったんですよ。で、まあこれなんですけど、つって、なんこの震源地怪しくない？学術的に言いますと、これは深発地震と呼ばれるもので、沈み込んだプレートに沿って、揺れが伝わり遠いところで地震が起きるっていう、まあ、地震界ではよくある話らしい。うるせえつって、うるせえ、ちょっと黙ってもらっていいですか。この地震はね、違うんです。これは三種の神器が関わっているという話でございます。この伊勢湾にある二つのやばいもの、一個は伊勢神宮にあるアーク、そしてもう一つは熱田神宮にあるアーロンの杖でございますと。実は今回この杖の方が大きく地震に関わってると。まあ皆さんね、日本にある三種の神器といえばね、勾玉と鏡と剣というものがありますね。今ね、大河ドラマでね、壇の浦の戦いやってましたけど、あの壇の浦でこの宝剣、草薙の剣が沈みですね、熱田神宮にあった別のものに今変わって現在に至るって言われてるんですよ。で、この熱田神宮にあったもの、これがですね、実は剣でも何でもなくて木の杖だったっていう話があるわけです。この木の杖は実はアーロンの杖と呼ばれる、昔モーセが海をパッカンしたあの伝説の杖だと言われているわけ。日本のこの皇室とね、ユダヤ、古代ユダヤっていうのは深いつながりがあるというふうに言われていて、この日本に伝わった三種の神器と呼ばれるものはそのまま古代ユダヤから伝わったものだと言われております。で、今回このアーロンの杖なんですけど、このアーロンの杖ってもともとですね、薬剤の杖だというふうに言われてるんです。過去ですね、モーセがエジプトから脱出するときに、このエジプト地方に多くの被害をもたらした伝説の杖、この杖はですね、実は自然を操ることができる杖だって言われてるんですよ。今回この震源地の遠くで起きた地震、これはアーロンの杖の力が炸裂したからということなんですよ。で、古代ですね、その熱田神宮に収められているこのアーロンの杖はいろいろな逸話があるわけね。第二次世界大戦末期にですね、軍部がこのアメリカが本土に乗り込んできて、この剣が奪われることを恐れてですね、この熱田神宮に行ってこの剣を移動させようとしたって言われてるんですよ。でもその時に運ぼうとした軍人、謎の急死を遂げたって呼ばれてるんですね。小説犬王物語の中で、壇の浦に沈んだ剣を下関の海人たちが海の底から拾って、その剣を見た時に目が潰れたという描写があるんですけど、実はこの草薙の剣、ね、イコールアーロンの杖には非常に大きな力があるというふうに言われております。まあ、そんな杖が今回実はこの伊勢湾を震源地とした地震を起こしたんじゃないかって言われてるんです。で、じゃあもともとですね、この皇室を守るためにある三種の神器がなぜ日本国に災いを及ぼしてくるのかっていう話なんですよ。これは杖が怒りを示したっていうことなんですよね。このアーロンの杖っていうのは概念的に完全に囚われてるわけで、 WH なんとかっていう健康機関あるじゃないですか。あそこの紋章って杖に蛇がまとわりついてるんですね。この蛇っていうのがオレプがこのアーロンの杖を支配してるということを意味しているわけですよ。現在世界中でね、はびこっているあれもですね、実はこのオレプたちが地球人をコントロールするために作ったもの、これが全てそのマークにも現れていると。ある何年おきに地球上ではね、この流行りなんとかがね、流行するって呼ばれてるわけ。ね、過去ですね、
ヨーロッパで流行ったやつとか、それからアジア地域で蔓延したものとか、そして今世界中に蔓延しているものとか、これはですね、ある一定の年数を置いて発生しているわけですよ。これなんでかっていうと、その都度ごとにコントロールの次元が上がってきてるってことなんですよ。今回地球全土を巻き込んだ今回のあれ、これはですね、このアーロンの杖が支配されてるから起きるこの事実ってことなんですよ。今回なぜこの伊勢湾を中心とした地震が起きたのか、それは我々人類への警鐘、そして目覚めなさいという激励に他ならないってことなんですよね。最近ね、テレビで顔にマミーポコをつけるのはそろそろやめようかみたいな、で今更なこと言い始めてると、ただこれは確実にこう目覚め始めてる人々が増えてるっていう証拠なわけですよね。それも含めて今回地震が起きた、これは我々に対する助言でもあるということをね、我々は深く刻んで生きていきたいのであります。決して新発地震が起きたからみたいなロマンのない話じゃないぜ。多分自分のツイートなのにお味噌の声で脳内再生されることがある。聞こえますか？あなたの脳内に今直接語りかけています。このチャンネルを登録すると幸せになれます。いけるいける。ちなみにあと3人に回さないと不幸になります。ということでね、まあこれ不幸のお味噌なんですけどもね、乗っ取り系 YouTuber なんで、あなたの心に、おんぶに抱こ、お味噌です。後半へ続く。あ、これ、キートン山田風。昨日ね、5月9日ということで、顔の怖い国では、軍事パレードが行われまして、顔の怖い人が演説をしました。この内容に世界中で注目が集まっておりましたが、危惧されていた、ね、宣戦布告はありませんでしたということで、じゃあ、ひとまずね、普通の式典で終わったわけなんですけど、この式典が終わる5月9日にですね、イギリスの有力紙があることを報じたわけ。これ何かっていうと、顔の怖い人が引退するかもしれないという衝撃のニュースだったわけ。実は今、顔の怖い人は大きな病を患っていて、この演説、軍事パレードが終わった後に入院、手術をするという噂があるわけですよ。そして、そのまま復帰することはないであろうと。いうことをね、三つの有力紙が報じたわけですよね。この結果、あの戦は終わるんじゃないのかって言われてるわけですよね。ただこれは決してハッピーエンドではないということを私は断言しておきましょう。今回この顔の怖い人が入院するっていうのは一つの合図でしかないっていうことなんですよ。ここらで矛を収めましょうということ、そしてここらとは何かってことなんですね。今実は密かに進められているあの国の領土分割の話を皆さん聞いたことがあるでしょうかということなんですね。今回ことの発端はこのあの国の東側がこの大国に標準を示したことから始まった戦でした。結果あの東の部分というのは宇の国が取り返そうとしてすごい激しい戦いが行われているわけなんですけど、実はその西側がどうなるのかって言われてるわけです。宇の国は、ね、納豆に加盟させてくれってすごい言ってるわけ。そしておそらくこのまま、その加盟は許されるであろうと言われてるんですけど、これはただのブラフで、実はこの宇の国の西側をですね、この東ヨーロッパのルーマニア、ポーランド、ハンガリーで分割するっていう案があるということを元国連事務総長の軍事顧問が発言しているわけです。それと似たような動きが実は今回多くの国がね、簡単にこの国を助けに行かなかったのはなぜかという疑問があるわけですよ。実はこの戦後処理をめぐってドタバタが今続いているからという話なんですね。そして結果このあの国の西の部分は領土を割譲されてしまうっていう話なんですよ。これあれみたいに思いませんか？これ今までの戦いって何だったのかな？そしてあの一番偉いテアンデーなんとかスキーさんが正義の味方のようにこの世界に出てきましたけど、結果最終的に領土は残ったのは東側のあの部分だけってことなんですよ。これ最初から全てこのシナリオができていたのではないのかっていう疑惑が湧き上がってくるわけです。今回顔の怖い人が入院っていうのは、これすなわち敗北と見ている表メディア多いんですけど、ね、それはただのハッタリで、実はこの大いなる闇を隠すための一連の流れなんじゃないのかって。事実は小説よりきなりって言いますけどね、こんなね、事実があるんだとしたら、表面上だけ見てても何もわかんないな、ってちょっと思いました。お口直しに警備車両の話して終わっていいですかね。お前警備車両をそういう風に使うなんて話なんですけど、完全にいじってんだお前ってなんですよ。また都内でね、ちょっとやばい車が発見されてて、まあこれなんですけど。これね、あ
あの横田基地からの帰りじゃないのかなって指揮者が言ってたわけですよ。まあ多分そう、ね、そうなんですけど、と思って、ちょっと待って、これ見て、走れ走れいすゞの警備車両をって思った。どこまでも走れ、今日も一日お疲れ様でした、良い夜をお過ごしください。あれの再現度がやばいっていう話なんですけれどもね、あの私先日沖縄に行ってまして、最近ちょっと沖縄のこと忘れつつあるんですけど、今ね、あの朝の連ドラで沖縄が舞台のドラマやってますんで、こういろんな小売店で沖縄フェアっていうのをやってるわけですよ。今までよりも沖縄で売られてるものが手に入る確率が非常に上がってるとね。そんな中、私一押しの沖縄アイテム、これがですね、カップラーメンを多く作っているマルちゃんね、東洋水産さんが発売している沖縄限定の商品、この沖縄そば、これめちゃくちゃ再現度高いです。入ってる肉がね、すごい手びちい感ビッチビチですしね、麺がね、もうどん兵衛なんですよ。どん兵衛じゃねえか、それ楽しみなんですけど、カツオだしが効いててね、これにこれグース入れるとね、うめえぞってことなんですけど、ね、こうちなみにね、あ、沖縄限定なんだと思ってね、どこで作ってんのかなと思ってこう裏見たわけですよ。そしたら、大阪で作ってました。ドリル千の会ってこと、ドリル関係ない。